豪社とのコラボアパレル紹介していきたいと思います。1から3っていうサイズ展開があって、うん、今回購入したのは1のサイズ。結論から言うと大丈夫じゃなかったんですけどヘマグロイージーアパレル3000円で買ってみたでしょ。ということで今回なんですけど、3000円で購入してきたイージーがちゃんとですね届いたんで紹介していきたいなと思います。到着までの経緯説明すると、3月にこちらのアパレル購入して到着したのが、まあ、5月の終わりぐらいなんで、だいたい2ヶ月ぐらいかかりましたと。まあ、イージーにしてはちょっと早かったかなと思ってるんですけど、イージーポッツっていう旅みたいな靴を買ったんですよ。それ1月ぐらいに買ったんですけど、それは期待通りですねまだ届いていないということで届いてる人もいるみたいなんですけど、まあね、僕はまだ届いてないんで、まだ届いたら動画にしようかなと思ってるんで、今回は先に届いたこの豪社とのコラボアパレル紹介していきたいと思います。今回購入したのが3つ、 T シャツ、フーディーで、スウェットのパンツでございます。びっくりするぐらいボックスシルエットやな。やばいでしょ、うん、ボックスでしょ、うん、で、まあ、今回のアパレルなんですけど、イージーと、まあ、カニエですね、カニエとゴーシャっていう、まあ、デザイナーのコラボということで購入させてもらったんですけど、デザインで言うとこちら、なんて書いてんの、これロシア語です。あ、そうなん、はい、通りで読めへんわけやでしょ、ロシア語なんか見ないでしょ、うん、これはブラックドッグって書かれてるみたいです、ロシア語で。ブラックドッグ、はい、ちょっと意味は分かんないんですけど、まあスラングだと思います。黒い犬、まあ、あるんでしょう、なんか縁起が悪いみたいな書いてましたね、調べると、うん、まあ本当か分かんないですけども、うん、で、まあ、これが3000円で購入できたと、うん、でパーカーもパンツも3000円、T シャツ損してんな。 T シャツ損してるでしょ。で靴下も売ってるんですけど、うん、靴下も3000円なんですよ。高いな、高いでしょ、うん、あの1足だけです、うん、でこの3つ購入して、1万4000ぐらいでした、うん、で送料があったんでプラス2000ぐらいかな。で関税はかからず到着したということで、うん、サイズ展開なんですけど、1から3っていうサイズ展開があって、うん、今回購入したのは1のサイズ、どれも大丈夫な1で、僕は大丈夫だと思ったんですよ、うん、で結論から言うと大丈夫じゃなかったんですけどお前何回ミスっとんねん。いやいや、これはもういろんな、まあなんですか、イージーはほんま難しいんで、あのサイズ表記書いてないの。いや、その時は書いてなかったんですよ。ギャンブルやな。で、あの別の、まあ、動画とか、うん、他のインフルエンサーが購入してるやつを見て、うん、多分1だろうなっていうので購入したんですよ、うん、だから前のカニエのアルバムが出た時に発売されたアパレルがあって、うん、それを2着てる人がいて、それもめちゃめちゃダボダボやったんですよ、うん、俺こんなん着れへんわと思って1を購入させてもらったと、うん、なるほどね、調べて1買ったやな。そうです、調べて1買いまして、うん、時が流れていって、うん、今のイージーのオンラインにはちゃんとサイズ表示書いてます。1は S サイズS から M、2が L、うん、3が XL みたいな感じで、うんうん、まあ、ちょっとサイズちっちゃいと思うんですけど、まあ、実際にまあ着ていきたいなっていうところで、うん、3000円ですよ、バリ安ないですか普通に全体的に。もともと何ぼで売ろうとしてたんか気になるけどな。もともとも3000円です。あ、初めから3000円やった。そうです、初めから3000円、まあ30ドルなんですけど3200円かな、まあ、30ドルやったらまあ4500円よな。で30ドルで発売しますと、うん、でもアメリカの30ドルと日本の30ドル違うじゃないですか。まあまあ為替のあれがあるからな。そうです、うん、で為替のあれも考慮してくれて、うん、日本円で3200円で売られてるんで、でかないですか。100円計算にしてくれたんや、はい、優しい、いい時代やな。いい時代で、あ、なるほどね、はいはいはい、っていうところで、うん、紹介させてもらうんですけど、うん、T シャツに関しては、うん、生地感しっかりしてます。なんで3000円クオリティじゃないかなって感じです。ちょっと待ってよ、はい、シングルステッチ、お、お目が高い。あ、まあ、現行のボディでシングルステッチとかないですけど。ほんまにシングルステッチや。現行のシングルステッチほど意味ないものあるんすか。いや、もう古き良き時代のテイストを取り入れてるって、ね、あ、なるほどね、うん、生地触っていい。はい、6.2 オンスってとこやな。お、まあ、重めですよね、うん、それ夏着たらすごいことになるな。でしょうね、あの脇汗タランティーノでしょうね。僕の、どうやって着るかって言ったらこうやって着ようと思ってるんですよ、まあ、当然ながらセットアップで、ね、セットアップで、はいはいはい、ってなると、はいはい、もう部屋着ですよね。いや、これをかっこよく着こなすのがイージー信者なんちゃう、うん、カニエだけです、うん、かっこよく着れるのはカニエだけですけど、うん、っていうことで、うん、まず T シャツ購入させてもらいましたと、うん、で僕も先に開封しちゃってるんで、うん、大体もうやばいなっていうところはもう目星ついてるんですよ。それがこいつなんですけど、うん、パーカー、
これも一つのサイズを購入したんですけど、あ、これあれなんやな、前後ろで長さ違う感じな、ケツが垂れてる感じ。そうですね、のタンタケ、タンタケボックスシルエット、まあ、ほんまに今の流行りって感じです。でカニエも、まあ、インスタでこれ着用してる画像あるんですけど、うん、タンタケめっちゃタンタケできてます。で下レイヤーして、うんうんうん、で、あ、やっぱ3000円やなっていうのがもうペラペラなんですよ、うん、見てもらったら分かる通りで。まあでも俺この生地感好きやで、あのヴィンテージのなんか古着のパーカー感ないですか。うんうんうん、あるある、俺はこれ好き。人によって分かれるんですけど、僕は逆にイージーギャップとかよく着てたんで、うん、それと比べちゃうんですよ。なるほどね、イージーのアパレルってもっとしっかりしてたよなってなってみたら、もうほんまにペラペラ。裏肝です、これこういう感じで1って書いとる。ああ、ほんまのヴィンテージのやつみたいやな。うんですね、うん、でタグもこの先1って言ってたんですけど、うん、メイドイン USA、うん、それだけ。このタグはないですね、このタグいう感じです。まあ、本当に 80s とか 90s のパーカーみたいな、はいはい、で、まあ、タンタケで袖長いう、まあ、ホモサピエンススタイルやな。まあイージーといえばこのスタイルですよねっていう、イージーギャップバレンシアガも、うん、こんな感じでしたね、うん、まあ、ちょっと僕後で着てみるんですけど、ちょっとサイズちっちゃいかなって感じです、うん、位置が。で最後スウェットパンツ、まあ、お気に入りっすね。裾に、あ、フレアになってんの、ね、フレアですね、これ。これも位置なんですけど、おそらく着たらバリ汚れるだろうなっていう感じですね。ズル系、ズル系で中なんですけど裏切る。夏着れんやん。夏ちょっと着れないですね。夏もねこうしたかったんですけどね、履くだけで汗じみいくんに、その裏肝はとどめ刺しにいってるやん。冬はもうこれですね、うん、だから逆にいけるかもな。これで風呂行くんやろ、ま、いやいやこれで東京行きます大都会で、まあ、3000円クオリティポイント、うん、もう一個あって、紐初めて見たんですけど、こういう形もあるんですね。だからヴィンテージとかはそうやで。ああなるほどね、うん、そういうことです。ってことはもうヴィンテージ仕様、3000円クオリティとかやって昔はそうやって。ああなるほどなるほど、うん、結構その前の僕持ってるイージーギャップのやつは日本製やったんですよ。日本製というか日本の紐やったんで、うん、普通にあるでそれ。あります、うん、だから多分そのタイプやったらほんまにセブンティーズとかそんぐらいの時のスウェットってそういうの多いね。くぐってやるみたいな、それかあのアジャスターみたいなやつを自分でつけるか。はいはいはい、なるほどなるほど。そうそうそう、ってことは3000円に合わせて作ってるんじゃなくてちょっとこだわってるってことでいいんですかね、解釈として。いやだから俺これ何のテイストで作ってるか分からへんけどその着物なんていうの切れてないやつは、まあ、よくヴィンテージとかにある、まあ、ね、な手抜いてんのかなって僕思ったんですけど、なんで、まあ、おしゃれポイントっていうことで。そうそうそう、だってねシングルステッチほんまやったらダブルの方が強度いいじゃないですか。まあな、手抜いてるとかじゃないですもんね、うん、そのあえてそのヴィンテージ感出す必要もないかなと思ったんですけど、まあ、なんでちょっとそこは俺カニエの意向が分からへんけど、はい、そうですね、そのパンツの作りとか T シャツの作り的にはいい意味で言ったらな、古き良き時代のテイストを取り入れてるのかな、まあ、なるほどなるほど、まあ、そこもあるかもしれないですね、うん、じゃあ早速ちょっと試着レビューしていきたいなと思います。はい、はい、まず T シャツからですけどもどうですか。まあちょっとこれカニエの感性分かる人ですかどうですかって言われて答えられないと思うんですけど、まあ今流行り、今流行りって感じですか。うん、まあ本当にタンタケボックスやね。身幅多分60ちょろに、うん、着丈が65ぐらいかな、まあ、好きな人は好き、うん、個人的にちょっともうワンサイズ大きい方が良かったかなって感じですね。まあでも最近こういうのも流行ってきてるから、まあそのテイスト的にはこんな感じなんかなっていうのはあるっちゃある。おかしくはないですか。うん、全然、はい、まあ、セーターの身長的にもう一個上でも良かったんちゃうかなっていうところですね。あ、それかレイヤードさせるかやな。なるほどなるほど、うん、こういう感じですね。まあ、うん、あの下はカーハートのダブルニーの黒履いてるんですけど、もう全然まあグレーなんでね、色が合わせやすいかなと思います、うんうん、はいはい、まあ、パーカーとスウェットセットアップで合わせてみました。いかがでしょうか。パンツはええ感じやん。パンツいい感じっすよね。うん、ゆるっと切れる感じ。ずるかずらへんかギリぐらいだな。俺やったらずるわ多分。パンツはフレアのこういうタイプなんで、うん、厚底履いてもらうのはもういっちゃいます、うんうんうん、なんで厚底とかブーツとかね推奨するんですけども、これで1、あの2、3買ってたら多分脂肪です。まあ C って言うならパーカー2で下1ってとこちゃうですね、うん、ちょっとパーカーちっちゃめっすか。ちょっとあのカニエスタイルでいくんやったらリブを中に畳み込むみたいな感じやん。そうやってやばい。リブを畳み込んで、うん、丈を短くしてでレイヤードみたいな感じがこのカニエスちょっと短すぎるなもうでも中に何か着たらええかもな。ギリギリ買い直さんくて大丈夫ですか。まあでもカニエってこんな感じじゃんカニエはそうっすね。
パンツのシルエットはめっちゃ好き。結構いい感じですよね、うん、これが1個3000円って考えたらどうですか。安いですよね。うん、安いと思う。ただ2、3ヶ月待たなあかんき、決済のスピードだけバカ早いんですよ、うん、もうその月にカードを引き落としの方に来るんで、うん、そこだけしっかりしとる感じなんですけど、うん、まあ、今回はイージーとゴーシャ、このアパレル購入させてもらいました、うん、他にもこれの黒色とか、うん、黒いいやん。黒いでしょ。なんで黒にせんかったの。グレーが良かったんです。黒のパーカー持ってるんで、あ、で、まあ、黒のパーカー、無地のね、無地のこのサイズ感のパーカーもありますし、フレアじゃないジョガーのパンツも売ってますし、これのその横のなんか書いてないスウェットはないの。あります、あります。それ欲しいかも俺。それも3000円で売られてるんで、フレアじゃなくて文字書かれてない白も黒もあるんで。あ、フレアはないの。いや、わかんないです。多分ないと思います。フレアで無地やったら欲しい。あ、多分ないんじゃないですかね。こんな感じです。で、まあ、無地のデザインも多いんで、うん、もしよかったら皆さん購入してみてはいかがかなと思います。うん、まあ、サイズはその前のアルバムの時に出てたアルバム柄のものがあるんですよ。とか紋章がついてるやつとかあるんですけど、それは1だとめっちゃでかいそうなんで、うんうん、こっち系のゴーシャのこのフーディーとか T シャツを買うんだったら2サイズおすすめかなと思います。僕身長180センチなんで、それでも1はちっちゃいかなっていう感じなんで、170センチぐらいの方は1でもいいかなと思って、皆さんぜひチェックしてみてはいかがでしょうか、うん、ということで今回イージーのアパレル紹介してきたんですけども、まだスニーカー届いてないので、スニーカー届きましたらね、ぜひレビューしていきたいなと思うんで、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。ヘマブロ。